こんばんは。レッスンお疲れ様でした。 Thank you。 ナイトクルーズワクワクして投げましたって。ワクワク、そう、ナイトクルージングついに来ました。私も出る時が今ここにさ、かもうちょっとピッてやったら見えるぐらいの位置に口内炎ができたことによってめっちゃ違和感。9月21日土曜日です。よかったですね。吉田健一さん、すけさん、めっちゃきのこさん、かわいい人、おいでます元気さん、バラー、バーバブさん、ゆうちゃん、花火マグさん、金魚、やじうまさん、花火ひーちゃん、ふくぽんさん、ジョンファンさん、ぐゆきさん、ありがとうございます。スペサポ、あ、あれスペサポのやつなんか。ホテルが高い。あ、なんか21日、あれか、3連休夜券、ホテルが高いんか。23がオンラインか、お話し会が。うん、確かに9月って2週連続3連休なんやね。めっちゃいいやん。普通に休みの時が休みの人は休みの時が休みの人はいいじゃん。9月21日、そうだ、ファンクラブ、個人ファンクラブも更新してますので、寝る前にでも見てみてください。休みが多いと仕事がたまりますって、そういうパターンの人もいるのですね。
りょうへいさん、まぐさん、あかよさんとさん、ありがとうございます。明日はオンライン、七夕ぶりのオンライン。いや、広島全然雨すごくなかったよ。わからん、もう何時間もと、室内にいたので。わかりませんが、昼過ぎと夜は降ってなかった。雨降ってなかったです。でも明後日の名古屋がね、どうなんだろうね。サラがメールとかで今日は長時間レッスンでしたって言った日はだいたい長時間って言った時は 5,6 時間以上の時だけそう、4時間 3,4 時間、まあ3時間ぐらいはデフォルトなので、5時間以上の時が長時間でしたって言っとる。6時間とか、昔は何年か前は9時間とかあったけど、さすがに最近はあんまりないね。6時間ぐらいかな。6時間ぶっ通し。メンバーが来れるかなって。そうなんよね、名古屋でしょ。うん、そうなんですよ。でも名古屋の瀬取りは結構なんか、ほんと6人フェスであんまやらん曲ばっかやけん、レッスンも大変やったけど、逆になくなったらもはや困るかもしれん。でも大体のアイドルの人たちはさ、関東方面から来る人ばっかりのはずやけんさ、西からこう行くのってさ、 STU ぐらいじゃない？
大阪名古屋間はこだまが1時間に、こだま、こだまって遅いやつじゃない、違うっけ、なんか遅いやつじゃない、なんかいろんなとこに泊まるやつ。サラは桜が好き。桜は席が2席の22のやつやけん好き。あの ABCDE じゃなくてさ ABCD やん、それが好き。グリーン車ぐらいの気持ちで折れるやけん好き。カエルサンタさん、キラキラピルシさん、花火、エリンちゃん、ゼリーさん、ありがとうございます。広島は明日以降もそんな天気悪くなさそうやけど、どうだろうね。まあ天気に関してはもうどうしようもないよね。これを開けてみようかな、マレーシアで買ったメントスさ。想像と違うかな、なんかこれはあれを想像した、ハイチュウを想像して買ったんやけど、あ、でも絶対そう、メントス味の、え、すごい、ハイチュウ、うん、想像通り。でも台風情報さ、昨日ぐらいからこう見始めたんやけどさ、結構定期的に変わるね。こう行くんか。でもね、今日お店が閉まりまくっとった。コンビニに感謝。ね、大して進んでない。でも今の新幹線的には広島名古屋は行けそうだね。でも逆に東京名古屋がダメなんか。
そうか。逆にさ、出れるの STU だけやったと出れるの STU だけになったりしたらやばい。9月1日が東海地方大雨予報。あら、あら、それはあらあら。地元のアイドルがいます。お詳しいごこと。そう、明日の昼島はね大丈夫そうなので、全然なんともない感じを醸し出されとるけど、どうやろう。なのでオンラインは、まあオンラインですね、余計にみんな的には大丈夫だけど、中野さん、ゆじむさん、ありがとうございます。今日コンビニでご飯買ったらさ、なんかめっちゃ高かった。びっくりした。なんかおかずのなんかさ、お弁当とかじゃなくてチキンみたいなおかず、こんぐらいのやつに入ってるおかずだけで500円みたいなこれ500円みたいな。それとうどんとか買ったら1000円超え。びっくりした。今日はもうお腹空いとったし、これぐらいもう自分が食べたいものをこれ食べないとと思って食べたけど、いや別にあの何、台風で便乗とかではないけど、普通にコンビニご飯めっちゃ久々に食べたかも。めっちゃ久々かも。
マレーシアに行く前ぶりとかかもしれん。どれぐらい食べてない？まあでもね、今日みたいなスーパーとかもやってない日にコンビニはやってくれてますから。スケさん、ビタミンさん、ミシタラさん、ありがとうございます。明日は 1,2,3 時間目です。オンライン、お時間に余裕を持ってお越しください。1時間目10時からだからね。ん？あ、そっか。2時間目の、ん？ 2 時間目と3時間目の間に1時間も休憩があるんか。なるほどね。よし。これで最後にしよう。ついつい食べちゃう。もうこれ何個も買えばよかったな。
充電がない。大阪4時間目追加しましたね。お話し会も受付中ですので、明日の分は買えませんがお待ちしてます。明日初参加よろしゅう。睡眠中に充電しておいてください。しとるわ。言われなくてもしてます。6日の香川当たったよって。ああ、鼻だれ、鼻だれ、鼻だれか。初の2年越し、3年越し、2年越しか、2年越しの香川での花だれ。バオバブさん、ありがとうございます。2年越しの恋、何それ。そうだよ、だってもう明日、ん？明日で8月終わりますからね。9月が始まるよ。9月は割と週末にイベントがあるね。ゆうちゃん、ありがとうございます。もう月、でもサラは本当に今月は早かった。まあほぼ1週間ぐらいね。まあ1週間は思ったけど、いなかったから日本に。でもあの花だれ公園、ストレートにしたあの花だれ公園からって思ったら、別にまあそれなりに1ヶ月経ったよなって感じする全然全然1ヶ月経ちましたねって感じするけど、1、2、3、4、5、6、7、そう考えたらなんか遅いかも、逆に時間経つの。日本におらんか、多分長く感じとるかも。サマージャングルとかサマステとかも割と前のことに感じる。
1,2,3、まあ3週間前から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18日、今月は31日中18日しか広島にいなかった。半分近く、半分 ?13 逆に、ん ?13 日でもそんなこと言ったら先月の方がおらんか、え、てか先月こんなにも、え、先月なんてさ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11、12、先月は31日中12日しかおらんかった広島に。なのに電気代は高かったえ、なんかそうなの、なんでなんやろ。だがしかし高かった。タネさんありがとうございます。エアコン代かな、でもエアコンつけてないよ。しかも家におらんことが多かったのに、なんでみたいなえ、なんでみたいな感じ。ウォーターサーバーのせいかもしれない。ウォーターサーバーを置いてから電気代が上がったかもしれないでも絶対少しはあるよね。つきっぱなものと言ったらそれぐらいや。全然家にいなかったはずだ。いやー痛い痛い。で、でも今日 AKB 出張公演の10月9日に AKB さんが広島でね出張公演みたいな来るんよ。でそれに小栗有さんも出るんですけど、見に行きたいですってマネージャーさんにねもう発表された時から言っていたんですよ。だがしかしごめん案件が入るって言われて、もう行く気満々やったのにって感じです。モンブランさんありがとうございます。しくしく、仕事が入るんだったらみんなに皿をしとる人からしたら嬉しいことかもしれない。でも私が思う、私からしたらシクシク代わりにっていい、そうなんですね。じゃあ代わりに行くんでしたら、私がもしそういう案件がみんなの前に出る系だったとしても私の方に会いに来れませんからね。
それ最近よく思う。なんかみんなって会えれば誰でもいいのかなって思うこと多いよね。あ、別にサラじゃなくても会いに行ければいいんだって、休みの日にオタ活ができればそれでいいんだって思う人が今月に入ってから多いですね。BKB の出張公演外れました。もう出てるんだ。モピラさん、ありがとうございます。倍率が高かった。あ、 AKB さんのやつね。なんかあったっけな。いや、ね、劇場リニューアルしたら行きたい。STU にも劇場をください。船じゃなくていいので、はい、船じゃなくていいですのでね、ください。そう、なんか NGT マッシーが NGT 劇場になんかこうちゃんの子を連れて行ったみたいな話をしとった時に、あー、なんか確かに他のグループの人たちは友達とか家族とかが、じゃあその県にね、例えば来た時とかにここを拠点なんだよっていうさ、ここが私たちの劇場なんだよって言える場所がある、あったってことかって自分でも思って、そう、それを思った時に、専用劇
劇場って思った。まあ毎回ね、毎回違うことが違う、会場が違うけんさ、気分も変わるけん、毎日同じことをしたくない派のサラからしたらいいけど、そこはいいことではあるけど、なんだかねって思いましたね、ふと。まあでも宇品やったらね、みんなも来るの大変よね、割と。その点パルコとかゲバントとかはみんな来やすいっちゃ来やすいよね。専用劇場あればもう少し公演多いのかなって。多いんじゃない？だって会場の都合とか、会場とメンバーの都合とかないじゃん。その場所はもう使える場所だから、自分たちでいつでも。キョンシーさん、ヤジウマさん、ありがとうございます。今日はもうこんな時間か。そう、もう今日は本当にね、足がなんかさ、本当にずっと立っとって足が痛い日とかってさ、かかとが痛くなってくる。
吉田健一さん、ツッキーちゃん、ありがとうございます。めっちゃもう足がパンパンってなってきた。やばい、 5% しかない。ながら充電はあんま良くないけど、ちょっとしますかね。よいしょ。香川、香川ってうどん以外何がある？うどんとお入りしか分からんかも。ああ、骨付き鳥ね。でも骨付き鳥さ、ツアーの時さ、香川じゃなくて徳島で出てきたよね。そう、なんでって思った記憶ある。ちょっと目がなんかゴロゴロする。うわ、なんか入ったかな。公園とか言われたもん。公園は意見し公園その公園教えられても、公園に遊びに行く時間はない。さすがにね。広島で行きたいカフェ探してないよ。行けないよ。あの、行きたいね、広島でアフタヌーンティーがあったのに、この期間は行けなかったんですよ。悔しい。ときめいたアフタヌーンティーだったのに。これからの時期はね、きっと栗とかになるからさ。私はちょっと惹かれないんだな。
これからは栗パンプキンとかなんかそっち系になるよね。しかもなんかテーマがハロウィンっぽくなるけん、なんかパッと見の全体の感じとかもオレンジになる。ちょっと違うんですよ。もうダイソーでハロウィングッズ出てて笑ったって。笑うなよなんで笑うんだ。もうそんな時期ってことですよ。さっきからなんかバルスバルスってコメントは。なるほどね。テレビ中継、テレビの中継をここでされても知らんがな。終わったって知らんがな。何の話かと思った。私は本当にトトロ並みの有名度じゃないと知らないから。ラピュタも多分有名だろうけど、本当にもうみんなが、世の中のみんなが知っとるぐらいの、もうちびまる子ちゃんぐらいのレベルのアニメじゃない限り、アニメ系は知らないからね。ラピュタって聞いたことあるけど、そんなバウスとか言われても全然知らんかった。確かにあのトトロから1週間経った。答えが分かるな。トトロ、ポニョ、千と千尋の神隠し。漫画も見ないですね。
な、宅急便はわかる。魔女の宅急便はわかる。もののけ姫は多分見たことない。分からん。あったとしても記憶にないだけかもしれんけど、もとトロとかその辺はねめっちゃ分かるよ。ポニョも多分、ポニョなんて映画館で見に行ったけん分かるけど、もののけは分からん。見たことない。魔女の宅急便は見たことあるけど、そんなにめっちゃ覚えてるわけではないけど、ポニョとかはめっちゃ話もわかる。それ以外は本当にわからん。もう自分、そうね、アイドルばっかり見てたんでね、その分48のことならわかります。そこまで本気になれるものがあるのってすごいことです。え、でも本当ね、そうよね。多分なんか別にさ、自分がオタクをすることに対してすごいとか思ったことなかったけどさ、誰でも何かのオタクをできるわけではないから、すごいことなのです。一つのことに ね、七並べがなんかメンテナンスが やっているみたいですね。
いいよ、伸びれば伸びるほどきっとみんなもお詫びの品がもらえるよ。お詫びのコインかお詫びの何かがもらえるんじゃない。お詫びのコイン、お詫びのハート。なんでやろうね。こんなに長いのは初なんかな、もしかしたら。台風の影響ここにも現る。ちょっと今日はもうそろそろランキング読もうかなと思います。明日早いのでね、皆様も1時間目から撮ってくれている方はちゃんと起きてください。じゃあランキングを読みますね。48位ポカンさん、24位ジョンファンさん、13位ダイグさん、12位フクポンさん、11位ボンブランさん、10位メチキノコさん、9位ハマさん、8位バーバブさん、7位タネさん、6位マグさん、5位ナカノンさん、4位ピロシさん、3位ユーちゃん、2位ヤジウマさん、1位赤色サンタさん、ありがとうございました。それでは明日お話し会、お話し会来てくれる方はよろしくお願いします。ファンクラブを更新してますので Vlog 見といてください。あとナイトクルージングもお申し込み、あれを申し込むときさ、名前選ぶんでしょ、誰みたいな、そこはもちろん吉田沙羅でお待ちしてます。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。なんか船降りみたいな。